はい、川沿いからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは人形作家の日野西恵美子さんです。日野西恵美子です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はですね、日野西さんの、アトリエ兼ご自宅にお邪魔をいたしました。川沿いのとてもいいところの一軒家でね、素敵ですね。あの玄関に入りましたらもうあのお人形がすでにいっぱいあって、ここのお部屋にももういっぱいお人形が、トイレもね、トイレもそう全部お人形でいっぱいなんですね。これみんな美子さん作られたんですか？そうですね。あの玄関のお人形はあれご主人？そうそう、あの、そうですね、人形劇の人形は主人です、人形劇の人形は主人です。このあたりのお話も出てまいります、じゃあ早速日野西さんってどんな方っていうところ3つのキーワードで伺っていきたいと思います、3つのキーワード、今日はこちらになります。じゃん。人形を作って子育てしました。このきりたんぽの味を日本中に。ベージュまでにもう一冊、はい、企画の3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにこの人形を作って子育てしましたというキーワードにさせていただきました、ご主人との馴れ初めを伺いますと人形作家同士ということなんですね。人形が取り持つ縁で私のお人形がいろんな本に出たり、あの NHK に出たりしたんです。それを京都で人形劇をしながら、あの子どもさんのボランティアをしてた主人があの見つけて、そしてなんか魂のふるさとに誘われるような気がしたと言ってお手紙をくださった。で、じゃあ私も、お手紙を出して文通何回か、出しましたら、お姫様、僕のお妃様になってくださいねっていうプロポーズがあって。素敵ですね、美子さん。そんなラブレターいただきました。そんなことが書ける人日本中にそういないと思うんです。そうですか。ご主人ちょっと素敵なあのお家柄なんですもんね。そうですね。あの元の家族さんで、子爵ですね。で、おじいさんは明治天皇の侍従を、30年しました方で、明治天皇のお話はよく、そうですか。もうお家の中に明治天皇のね、あの様のお話がもういつでも、こぼれてました、だから聞いたことのないような言葉で、私も主人と結婚して、父のことはおでえ様、おでえ様、母のことはお母様。それで私に子供が生まれました時に、はい、お母さんよって私のこと言うんで、もうびっくりしてもうとんでもないって。子供たちは勝手に、ママって呼んでくれて、そうなんですね。で、自分のことはまあね、私がお父様で、もう時代が違うのにねびっくりしました。あの写真拝見しましたら、なかなかやっぱ素敵ですね。ハンサムね、ご主人。まあハンサムというのか、品の良さが ね、すごい、品の良さがお洋服を着てるみたいな、そうなんですね、大恋愛を見出せて、優しさ大恋愛なんでしょうね。そうでしょうね。足の悪いね、私を、もう物ともせずに親戚の反対も押し切ってもらってくれましたし、当時テレビ結婚という番組がありましてね、テレビ結婚したんですよ。何それこういう番組があって、テレビ番組で、テレビ番組にあのここに幸あれっていうね、タイトルで、であの全国の珍しいあの結婚をするっていうかね、そういう人たちを取材してフジテレビでねあったんです、それで京都で人形劇をやってボランティアでやってた人と、東京であの人形作家としてね、小児麻痺から立ち上がって人形作家でやった人の組み合わせは面白いって言って取り上げていただいて、
それでもうね、1年花王石鹸提供だって、1年分の洗剤とかね、洗濯機とかシャンプーとかね、へー山のようにですね、うん、山のようにいただくんですよ。本当ですか。お金も2万円かな、その当時ではね、大きなお金でした。そんなテレビ結婚しました。これ今私初めて。そうです。びっくりしました。そう、おすべらかしと その小内木の姿でね。はい。おすべらかし の花嫁姿も私初めて見ました。素敵ですね。あれ半分半カツラって自分の髪が半分で後ろだけ。おすべらかし。あ、そうなんですね、素敵でしょ。今ちらっと出てきました、足の悪い私をっていう話をちらっとおっしゃいましたけれども、子供の頃からだから足が悪かったんですね。そうですね、生まれて9ヶ月目に小児麻痺で、それからずっと松葉杖をついて、はい、それで52歳かな、はい、でススキノでお店をしました時、はい、30年間も1日も休まずにススキノが用意をしまして、はい、車に乗って行って、はい、それで商売もやりました。ご商売の話またね、後ほど詳しく出てきますが、そんなわけでその杖をつきながらですけれども、そうですね、もう学生時代からずっともうかなり活発なお嬢さんだったらしいんです。そうそうそう、記者さんもされてたって。そうですね、うん、なんか日本全国も取材して歩いたそうですよ。そうそう、講演もして歩いたし、そうなんですね、もういろいろエピソードがもういっぱい出てきますとにかく、まあ本当にこうお家柄のいい人形劇をされる、うもう本当心優しい、そういうご主人と大恋愛の末結ばれて、そうそう、で、お子さんが2人。そうです、娘2人、お嬢さんがお二人、授かりましたが、ご主人が結構早く亡くなってしまったと聞きました。そうですね、主人に捕まって私よくいろいろ東京の街を歩いて、手芸を教えに歩いたり、主人は絵を教えに歩いたり、東京の2人の生活はそんなんでしたね。主人が亡くなってから人形に、専門にね、人形をしながら子供を育てて。ここがすごいでしょ、お人形を作って2人の子供を育て家まで建てました。本当に本当なんです。すごいですよね、ちょっと思い出の作品があるんですよ。これ後ほどまた出てきます、この本の話また後ほど。この本の表紙にもなっている、この作品、これは後に恵美子さんが一人で作られたものだそうですが、この原型は新婚の時に一番最初にお二人で作ったってね。そうですね、はい、ラクダは主人、お姫様と王子様は私で、これはその平面の作品で、ご主人が主に人形劇で使うような立体的な、そうですそうです、手にはめてね、手にはめて、で恵美子さんはこういう壁にかけて張り絵のものを作っていたそうなんですが、もう本当にその要するにご主人が亡くなってからは本当に人形を作りながらずっと子育てをしてきた。そうです。でも本も出ましたし、講演もして歩いたし、この本に公園に歩くのも出てるんですけど、はい、詳しくはこちらでご覧ください。生きて愛してっていう本。生きて愛して。ね、これもと子供の頃からのずっと話が出てるんですね。そうですね。はい。そうなんですって。今84歳ですけれども84年間足が悪かったわけなの。そうですね、本当だ。気がついたらね、84でしたけど、本当にこんなニコニコされてる恵美子さん、不安が本当に多くてですね、そのあたりの、ね、エピソードもいろいろ出てまいります。2つ目のエピソード、こちらになります。じゃん、